クリア人、水屋人。いや、まあ確かに絵が上手いから映えるけどさ、これありならさ、死んだ場所置いてる。一発マリオ3つの甲羅を求めてということで、甲羅を取るだけでこんなに難しいの、クリアやつ 2.92、 クソみたいな名前。一回地面から離れたら着地でゴールということで、この3つの甲羅を使ってなんとかね、ここの上のブロックを壊してゴールしろってことでしょ。この3つ、はい、全然わかんない。これとりあえずさ、トゲメット被ねえとゴールのところのブロック壊せねえじゃん。でもね、これ被っちまうと条件達成できないんだよね。ってことはこの2つを使えばいいんだけど、よくわかんないでさ、お手上げでーす。天才クサイジ分かっちまいました。これ持ってって、でね、多分ね、ここで被ることも、なんでや嘘でしょ、歩いただけじゃねえかよ。これね、甲羅履くとね、もう歩いただけでジャンプ下判定になっちゃうんだよね。ってことは、こいつは絶対に履いちゃいけないんだよ。でもね、履かないとトゲメット被れねえからさ。え、何をする、全然わからないんですけど。とりあえず、メット全く使ってねえよな。このメット絶対使うと思うんだよね。え、これ持った後に置けるっけ、あ、置けねえか。置けないってこと、あー、わかったかもしんねえ。これさ、カロンコーラ持った状態で、このお尻でトンしてからのこう。で、食らっちまったら、ここでジャンプすれば、もしかして、ゴール！天才クサージありがとう、センキュー。クサージンチャンネル。短いようで長いカース。短いようで長い高速でやっていきたいと思うってことでね、ドスを5体と倒してからゴールってことなんだけど、まさかこの上のドスン倒せってこと、マジでね。これさ、ドスンが落ちてきた瞬間にジャンプすると倒せるんだけど、誰だ下、俺のこと操ってるやつ。下誰か教えてほしい。お前かーい。ちょっと待って、チョロスケ一定のリズムで頼むって、なんか動いたり、なんか減速したり加速したりするのやめろ、ボケ。このもしかして赤コイン全部集めなきゃいけない感じ。一応、一番右前。マジかよ、これ。全部赤コイン集めなきゃいけねえ。マジで言ってんの、はい、殺しちゃおけけ。お前さ、急に加速すんな、バカタレ。はい、あー、バカタレ。でもね、左右の赤コインはね、結構楽勝で取る方法分かったからね。あと、なんとか、けけけけ、どうぞ、お前やめろって、マジで、チョロスケの野郎。ほんとに一気になんな、お前よ。あんま調子乗ってないぞ、バカタレが。ということで、けけけけけ、あと2回、あーで、ほら、これね、右に、おけけけ、これさ、完璧。あとはね、このチョロスケが壁に当たる反応で勝手にマリオがジャンプしてくれるって、左右の若子に余裕で取れんだよね、ジャンプしなくても。はい、ありがとう簡単にこういうの思いついちゃってごめんね、ということで。ゆっくり、急にゆっくり。なんで最後あんな減速だ。あ、チョロスケいなくなっちゃった。ちょっと寂しい。サージンチャンネル。バグの利用ということで、クリア率 1% 引く。バグを利用するだけなのに、クリア率が 1% ということでやってきたと思って、これはね、デジャブバグだね。このまんま、土管に入る瞬間にバネを投げることによって、これで成功。これやると、2回なんか出てくることができるんだけど、だから何死ぬんかーい。これさ、出た瞬間壁切れ。そういうことか、1回目の壁キックで隠しブロックを出した後に2回目の壁キックでなんとか右側行けみたいな。だからクリア率 1% なんだわ。すぐに壁キックしてもう1回、オッケーオッケー、1体目で隠しブロック出して2体目でこうやってなんとかこっちゃ、めちゃくちゃ難しいやんけってことで、これも多分同じことだな。ここで、とりあえずデジャブバンデグを使って、ここでも、え、どう、ああそういうことか。1体目で下まで行って、ファイヤー出した後に2体目で壁キックして、上来れば条件達成できるみたいな感じなんだけど、普通にこれさ、ここからこれで倒せない。甘かったな、制作者よ。ズルしちゃった、くんくんくんということで、これどうじゃ、いろいろなんか話してるうちになんか来ちゃったんですけど、ごめんね。なんかいろいろ勝手に思いついちゃって、ごめんね。ズルしちゃってごめんね。ということで、やらせていただきたいのか、これ普通クリアできない、クリアできないかーい。最後余計なことをしてくれたということで、これは隠しブロックが反応するちょっと前ぐらいにもう飛んじゃえばいいんだよな。これ、結構な高さの時にもう飛んじゃってくるんくるんしていけば、はい、ゴールありがとう、センキュー。サージンチャンネル。全自動なのに7つのジャンルが楽しめる高速で、嘘でしょね。え、全自動なのにスタンダード、ピースチ、キジ、スピードラン、キノコは取れないコース、スーパーメイリオコース、フシコース、ハリコースが楽しめるってこと？天才かよ。全自動なのに7つのジャンルが楽しめる高速でやってきたと思ったけど、まずはスタンダード、これがスタンダードコースから、これがピースチ、キジコース、すげえ。こういう感じで7ジャンル行くってことだよ。この次がスピードランだよな、確か。ピースチ、キジ、ああ
スピードランしてる。とんでもなくスピードランじゃ、これもちゃんとカート乗りながらのスピードランってことね。これでとりあえずここでスピードランがそのまま続きまして、この次確かね、キノコが絶対に取れないコースだった気がするんだよな。これで、あ、まだスピードランズ、あ、これでキノコ取れない、確かに。全然取れない、あー、ここでも取れないやけー。天才かよ、この制作者。で、ここでようやくスター取れたと思ったら、これで、ノーマルマリオ、スーパーメリオ、このままいて、ノーマルマリオ、このまま死ぬ、スーパーメリオ、ノーマルマリオ、やばいよ、このまま死ぬ。で、こっからが、あ、絶対に死なないコースだ。これで、なんとか死のうとしても、ね、いろんな敵に食らわずにして死ねないよ、みたいな感じのコースからの、ここでようやく、一回クリボーちゃんが取れまして、で、死ぬことによってさっきの中間のところからスタートできるってことだよな。はい、ということで中間からスタートで、最後はハリコースを抜けていきますの、クリアありがとうございます。ということで、マジで7ジャンル行きやがった。草人チャンネル。チャーさんがベストタイム取ったらこちらのアイテム禁止コース行ってみたいと思います。アイテム取ったら即終了コースでやってきたと思ってくれ。こういう感じでめちゃくちゃ余裕やけくっそ余裕じゃねえか。なんだこれ、めちゃくちゃ難しそうやけということで。ゆっくり行くよ。はい、来ました。くん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 ってことで、ゆっくり行こう。あ、これは楽。これ、幅跳びとかで微調整の肉サーチンでもね、幅跳びで微調整できるから、こんくらい余裕でございます。ということで、こういう感じで行きまして、こう行きましたら、なるほどね。あー、これ、じゃ、上から行った方がいいな。こういう感じで行きまして、ちょ、嘘でしょー。こう行って、はい、こい、あ、いしゃ、いしゃ、くん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 。よし、これは上から行きゃいいよな。一回こっち行きましての、あぶねー、びっくりしたんだけど、あー、怖いなー、すっごい怖いよ。幅跳びか、はい、はい、はい、取るー、はい、死ぬー。チャーさん、俺に力を分けてくれ、チャーさん、お願いします、ね、はい、はい、あー、チャー、何してんの、ボケー。速攻、もう一回、もう一回、よーし、じゃあ、いけたー。チャーさん、ありがとう。ちょ、マジで言ってんの、嘘でしょ。チャーさん、もう一回俺に力、あ、ちょっとずるできてんの。嘘、めちゃくちゃずるできるんですけど。マジだ。ありがとう、チャーさん。あ、ちょっとキノコないやんけー。はい、ということで、ここでキノコ一回取りましてから、これもチャーさんのおかげ、ありがとう、ズルしてくれて、ズルさせてくれて、ありがとう、チャーさん。ありがとうございます、ということで。俺、チャーさん大好きなんだよね。わかるでしょ。プライベートでも結構話すんだけどさ、チャーさんってあんまり真面目じゃないじゃんね。俺、真面目じゃない人の方が好き。はい、ということで、一応ね、ちゃんとズルしないでもクリアしていきたいと思います。よろしくお願いしますね。ここに立ちまして、オッケー、こういう感じでいけばいいみたいな感じだよな。ここも、はい、ギリギリ立てば余裕だよ。はい、来たよ。オッケー、ありがとう、センキュー。ちょっと待って、これでいいんだよな。これも真ん中か、真ん中作戦最強じゃねえかな。これ真ん中作戦でいけば全然死なねえじゃん。え、マジで余裕なんですけど。はい、ありがとう、センキュー。また明日。